チャンピオンズリーグ、パリ戦で敗れたレアルソシエダ、久保に同情の声が相次ぐ。今朝行われた CL ホームでのパリ戦に、2対1と完敗してしまったレアルソシエダ。チーム全体の調子が悪い中、チャンスを作っていた久保にパスが来ないことを疑問に思う声など、海外の反応をご紹介します。久保は試合中最後まで攻撃することをやめなかった。久保はこの夏クラブを変えなければならない。もっと上を目指さなければならない。ソシエダは久保がフリーなのにパスすることを拒否した。こんなの正気の沙汰じゃない。エボまみれのチームだな。久保はチームメイトに何かしたのか。久保は毎回フリーなのに味方はエリア外からリスクを犯し、ひどい結果に終わった。彼はこのチームから早急に抜け出す必要がある。彼はすでにスペインの中堅チームで多くのプレーをしてきた。俺も彼はビッグチーム、厚手のシャツに値すると思う。竹久保は本当にファンタスティックなフットボーラーだ。久保はあの小さいクラブから去るな。これは俺なら久保はアーセナルに取る。久保はプレミアに来る必要がある。久保はスペイン人じゃないのに文字通りバルサの完璧な模範選手なんだよな。実際にアジリティを備え、アグレッシブでフィジカルも悪くなく完璧なバルサのプレイヤーだ。これほど適したアタッカーは他にいない。俺たちは久保この夏にアセンシオの代わりに取る。マスタークラスだ。久保のプレーを意外だと言ってる奴ら普段サッカー見てないだろ。誰もレアルソシエダを嫌ってない。でも久保はそこから抜け出さなければならない。彼には自分の才能を本当に発揮できるチームが必要だ。しかしなぜ彼はボールを久保に渡さなかったのか。久保は何をしてあんなにボイコットされたの。レアルは久保からもっと絞り出さないとダメだ。ヌーノ・メンデスはディフェンス面では全く優れているとは言えず、日本人はそこで大きなダメージを与えることができるのに。でも久保はアジアカップ以降その輝きを取り戻していない。彼は戻ってくるだろうけど。そうなんだよ。アジア背後の久保はあまりにも輝きを失っている。アフリカ帰りのトラオレも同じだ。彼の場合はさらに悪くなったと思う。時間の問題で彼らは確実に高いレベルに戻ると予想するけどね。久保どうした。俺は彼がもっと優秀な選手だと予想してきたのに、明らかにディフェンダーに対してフィジカル的に苦戦している。俺が想像していたレベルには達していないかもしれない。今後数年間で身体的にも技術的にも向上する可能性はある。2024年の久保は少し調子が悪くなっているが、それでも右ウィングとして言いたいことはたくさんある。非常に興味深い選手のようだ。レアルの問題は欧州トップ、あるいは少なくとも高いレベルにある選手が数名いることでトップチームだと思わせているが、実際は9、10位レベルがチームの大半。そして今年は昨年よりトップ選手が2人少ない。チームのパフォーマンスにもかかわらず、今日の竹久保はワールドクラスレベルだった。彼のプレーはスペインサッカーの中や俺のお気に入りのサッカーの中でも好きな一人だ。我が息子の久保よ、もう実家に帰る時間だ。君は今の家より大きいんだよ。久保に関して移籍を進めるたチームのサポーターに対し、現地サポーターはアジア杯以降調子が悪いがよくやってるとの意見くらいで、特定選手への意見よりチーム全体への不満に関する意見が多い印象です。圧倒的な質の高さに完敗してしまったレアルソシエダ、残り10試合ほどありますが、久保個人としても2桁得点までまだ3点必要なので頑張ってもらいたいです。皆さんの感想や意見などありましたら、ぜひコメントで教えてください。